皆さんこんにちは、デザインくんです。さてさて、早速やっていきたいと思います。釣りかなを木の回復訓練からなんかね、コイン集めてなんかいろいろできるらしいんで、まず1回目だけは収めとこうかなと思って、やっていきたいと思います。で、今回はですね、まあちょっと予備知識があんまないんであれですけど、まあ編成なんかはちょっと調べて、で、長女のアカウントとマルチで、なんかマルチの方がコインがいっぱい取れるらしい。で、プラス、その1回目に取ったキャラが期間中は運極になるらしくて、それを使うまではちょっととりあえずガチ編成で行ってみたいと思います。どんな感じなんだろうか。あ、コネクトスキルが。おお。機能回復訓練。通信中です。すごいすごい。細かいところに芸が。で？あ、でもやっぱり、敵キャラはさすがに普通のいつものザコじゃない。ちょっと適当にやってみます。おお。五条悟の技が強いですよね。なんかおすすめ出てきたんで、それで使っています。富岡義勇が、そうそうそう、あの、長女のアカウントも富岡義勇を取れまして、あと、渦井天元も取れてましたね。根塚も取れてましたね。で、二人とも煉獄が取れてないんで、集めて煉獄取っていきたいですね。煉獄さん。さあ、クイバタのなんか、紫色のが、闇属性のクイバタいるんですかね。明鏡止水って書いてある。うん、喋らん。そうだね、全然喋んないんだ。あ、で、その氷炭が出たら、なんか、中心、ん？優先的に狙ってったら、なんかそこから、どんどん。おー、出る出る出る。なるほどね。で、このコインを使って、善逸の運極みたいなのとか、善逸かどうかちょっとわかんないんですけど、あとちょっと見てみましょう。交換したら、それを運極として使えるんで、コインがもっとザクザク取れる。感じらしい。絶ランクまで残り1分、大丈夫か。スピードクリア。またでも基本キャラが強いから大丈夫だな。これキャラが強い。うおお、スタッフ。なるほどなるほど。なるほど、義勇さんのロックオンのレーザー強そうっすね。他には何だろう。これといってでもカナオちゃん以外このステージで光るもん。クイバタの闇属性がずっと気になってる。うっせ、決まった。さて、ルーはコインが出ずに鬼滅コインが出る、そういう感じですね。どっち。ありがとう、ありがとう。アゲセンクーで、あ、そうだ、グッジョブも入れとこ。あ、ここでもコインが出るんですね。なるほどなるほど。で、運枠をつければちゃんと、あ、おう、オーブでかいっす。運枠をつければその運枠の分も鬼滅コインがもらえるっていう意味でいいんだよな。で、この鬼滅コインを取ったら、ちょっとそこまでは今日言っとこう。交換ができると、鬼滅鬼殺隊コイン、鬼殺隊コインか、2100。お、結構取れたんだな。あ、そうそう、これで、玉代さんと吉郎と、この鬼殺隊士の村田さん、ちょっと一個ずつ、控えておきましょう。この二人が期間中運極として機能できるらしいんで、あ、もちろん期間が終わったら運極じゃなくなっちゃうから、99個取っといた方がいいですよね。といった感じで、今日はこんなもんかな。じゃあこの二つを使って、今一度行ってみるか。でもなんか随分大丈夫か、弱そうだぞ。弱そうだな。後ろない、どこ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 、痛いだ。じゃあこの子を後ろと玉井さんを運極にして、そうだな、じゃあ村田さんをちょっと待ってくださいね。この辺でちょっと配信した時カットしてますね。さあ準備ができました。さあこっから鬼殺隊コイン取った
素人玉代さんが期間中は運極で使えるらしいんで、こういうことだよね。宝箱追加で募集して、で、頂上の中とクリエイターって呼ばせていただきますね。クリエイターと一緒にマルチで出ましょう。あ、本当だ。なんかプラス99のついてますね。じゃあこれで行ってみましょう。なるほどね。ただどのぐらい使えるんだろうね。一応全強化はしといたんですけど、なんか結構シビアでしたよね、タイムが。ガチ編成で行った時にギリギリだったんで、多分なんだろう、タイムアタックは取れないか。タイムアタック？なんかあったよね。すごいすごい。必殺技使いたい。必殺技？ストライクショットか。どんなこと言うんだろうな。ちょっとわざと言ってみたいですね。カットしながら。1分42秒で終わらんな。なるほどなるほど。47秒間に合うんだ。俺たち鬼殺隊の任務は鬼を追い詰める以上。かっこいい。だが一回で終われないから、なんだっけ、タイムアタックはダメですね。だ残り全集中、水の呼吸、11の型、なぎなぎ。どういうことどういうこと。あ、ダメージだったのかな。次の敵攻撃を硬化させる。へぇ、なるほどね。あ、これはでも後々面白い時に使えるんじゃないか。支配の指示に従うことだけなので、お礼を言われる筋合いはない。はいはい、1枚取れて運極扱いになってる。はい、素晴らしい。こういうことなんですね。なるほどなるほど。タイムランクは A だけど、ミツコインの所持に変わりはないと。これで運枠運極が適正いなかったら、この村田さんか玉井後ろで進めていくといいですね。勉強になりました。配信これで一旦終わりますけども、どかどかミツコイン取っていきますね。じゃあまた他のクエストで。バイバイ。